もんでーす、母ちゃん。おはようございます。本日は2021年11月11日木曜日、今の時間は10時48分です。これからですね、10時55分スタートで、このスタジオ感謝屋のオープン儀式および岩戸開きを行いたいと思います。11時55分にスタートをして、11時11分に感謝がの最後サビが行くように11時7分ぐらいにセットしておこうかな。でカラオケ歌います。感謝の曲歌います。今日結局ですね、風が強くて外に感謝のこれをかけることができませんでしたので、ちょっと反対からなんですけども、本来はこの屋根のところからね、入れたかったんですけども、ちょっと強風なので危ないので、こちらから出しております。はい。であと脇、そちらのそこからですね、こう出そうと思ってたのが、やはり強風のため危ないので、こっちは裏ですね。はい、こんな感じです。ちょっと両方ともの字があれだからな、こっち絵で、こっち側は、こっち側絵で、こっち側は、感謝瀬戸恵子って書いてあるんだ。今透けて一緒に見えちゃってますけどね。はい、感謝瀬戸恵子で、もう一つの方がやはり風であれなので、ここに、はい、これもちょっと透けちゃっているので両方ですけど、こっちは外に、はい、外に門別母ちゃんで、後ろ側に絵が描いてありますけど、ちょっと今透けちゃってますね。はい、脇のところ、ここなので、だから両面書いてあります。はい、ちょっと風が強いので今日はやめときます。それが不思議なのが、ずいぶん前から旗ってイメージがあったんですよ。なんか目立たす方法ないかなとか、旗立てればいいじゃんって言ってたんですけど、結局自分の旗だったっていうオチになりました。はい、これから10時55分ね、55分スタートであと4分ですね。今日特別の日、2021年でしょ、今2011年11月11日に私結婚してます。はい、これが大きなお試し行為のスタートで、この10年があったからこそ今日の岩戸開きの日を迎えることができました。本当に皆さんありがとうございます。後で歌いますけども、全ての存在に感謝いたします。はい、ということで、今、下に空海さんが仏壇の方にも、日本酒を置いてきました。はい、こちらの方には天照さん、瀬織津姫さん、八幡さんですね。はい、あと、感謝屋ということで、感謝家ということで、今日から感謝家というところで、仕事をさせていただきたいと思ってますので、スタンプ、私 の, あのイラストの不死鳥のスタンプのやつも上に載せていただきました。ありがとうございます。感謝屋の、儀式ですね、岩戸開きと一緒にあと3分後から始めてみたいと思います。まあやったことないので全く自己流なんですけども、結構ね、神社庁に登録していないね、プライベートな神社とかの、セレモニーとかも行かせていただいたことあります。まあ初代運の持ち主なので、ネイチャー自然界に中にいた時とか、そんなのを絡めて、普通にとにかく55分からスタートで、7分、ちゃんと歌うスタートにはアラーム入れときました。はい、あとですね、
感謝の石というのがありまして、感謝の石の販売、こちら感謝って書いてあるね。はい、あとはポストカード、はい、不死鳥です。あとは感謝のカラオケ作ってあります。はい、あとこちらのお家にご縁があった最初のこの目のの、この絵がこちらの絵をヤフーオークションで売ってくれという依頼からこのお家の縁が始まりました。そして私が愛を信じるっていうか愛を知ったのがこちらの犬たちです。ロタ島にいた時のパラダイスドッグ、12匹プラス、この写真には載ってないんですけど、ラッキーとハッピーっていうメス犬と、はい、皆々様に、感謝。そしてこちらの部屋、この部屋は感謝ルーム、感謝していただくお部屋にしたいと思っております。もともとこの部屋、このお家に縁があった時にみんなの家というところから始まって、感謝の家、すでに3年前にそういうネーミングつけてましたけども、感謝屋ということで、今日から始めさせていただきます。はい、まもなくスタートになります。2021年11月11日10時55分、これから感謝屋のオープン、そして感謝家としての私のスタート、そして岩戸開きを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、次は、ちょうど7分ぐらいですね、7分ぐらいから歌わせていただきたいと思います。皆さんもオンタイムではないんですけども、歌える方はぜひ感謝で、感謝の CD とかもメロディー入りのね CD とか作りましたので、ぜひ皆さん感謝ありがとうございますは本当に魔法の言葉なので、その言葉を日本全国、ありがとうございます、子供からね、ありがとうございます、おじいさんからね、ありがとうございます、すべての人がありがとうございますを言えば、日本中がこの歌を歌っていただければ日本は変わります。はい、岩戸開き、本日ものすごく日が良いらしいです。東京のある某所でも岩戸開き、行っておりますというところで、時間ね、神々は時間があれなので、でも切りたくないので、あと15分ぐらいか。では15分ぐらい、あ、紋別の、じゃあ本日の記念で
こんな感じです。あ、素晴らしいですね。すごい UFO っていうか、ボなんていうの、 UFO の母船、すごい、ありがとう。すごすぎ、すごいですね、ありがとうございます。はい、風は強いけども、あそこ見えるロッ、ここは紋別の海の色はなんて言うんだっけ、オホーツクブルー、オホーツクブルーって言うんだって。で、ロタ島にいた時はロタ島はロタブルーだ、この2つ2箇所はつながるっていうことなんですよ、そういう意味では。はい、ああ、いろいろありましたね。今話すると止まんなくなっちゃうから後で話します。感謝感謝、本当に感謝。うちの母親がね、亡くなった時、私はお会いしてないんですけども、お墓の、お墓に掘るなんかあるじゃないですか、言葉、それがねやっぱ感謝なのね。なんかもうここに来るために今まで頑張ってきたっていうのがとっても実感できて、言霊の高等波という言霊のお勉強があって、その先生に感謝の意味を磯部先生確認させていただいたら、あとでもう一回、今ちょっとなんか、とにかく今日は岩戸開きの日ということで言っていただきまして、それ見た瞬間にもうなんか今までのことがなんかわかんないけど、こうわーっと頑張ってきてよかったなと思います。日本を変えてやると10歳の時に宣言しました。そのきっかけになればいいと思います。本当の自分で生きると恐れがなくなります。でさらに本当の自分はやってたんですけど、今度は本物の自分に今最近なってるんですけど、もう全然違う、なんか幸せ感っていう、あ、こういうのを幸せというんだ、もう何にもなんか、なんていうのかな、食べ物とか彼氏とか彼女とか恋愛とかそういうところを越したなんか幸せだなーって感じる、そういう時間が多くなって、だからやっぱりその前にはまず偽り、嘘偽りごまかしの世界をやめ、で本当の自分になろうという努力をして、で本当の自分が長くある一定の期間、それがブレイクスルーが人によって違うと思うんですよ。何でも突破口の、例えばコップの大きさによって、小さいコップだったらブレイクスルー突破口は早く来るけど、そうじゃなければコップが大きかったらなかなか来ないじゃないですか。私昔から大器晩成、大器晩成って言われてて、でみんなお友達とか知り合いとかがこう、なんていうの、売れていったりとかしてて、なんで私は違うんだろうなって思ってた時期もあるんですけど、結局はそのなんかコップというかお皿というか、それがもうその10歳の時に日本を変えてやると思ってるから、それだけの時間が必要だった。今から歌わせていただきます感謝という曲は、2012年から15年の間、3年間北マリアナ諸島、グアムとサイパンの間にあるロタ島というところに行ったんですね。 3.11 の後にもうお金の社会、拝金主義の社会、物質社会を卒業しようと思って、自然の中に行きました。どうせ殺されるなら私は人間らしく自然の中で行きたいっていうところに、そのきっかけを作ってくれた方が杉田先生、雨のうずめ塾という、今 YouTube はちょっと少ないと思うんですけど、ニコチャンネルだったら見れるんですけどね、その先生と今、岩戸開きの会という、ワクチンのいい悪いじゃなくて強制接種を反対、ワクチンパスポートを強制されることは反対の署名をしてます。
ですので、もうそろそろ締め切ろうっていうところになってます。締め切るのかな、とりあえずまだの方はぜひご証明ください。まあ、そんなんでもう帰ってくるつもりじゃなくて行ったんですけども、滞在2年目にしていきなり突然音楽が歌ができるようになりました。2013年です。今思うと帰ってきてから同じ時期にやっぱり音楽曲と突然できるようになったっていう、お友達ができまして、 Facebook でお会いしたことあるんですけど、同じ時期なんですね。でよくこういろいろ調べていくと、伊勢神宮の五線宮の時、あそこら辺の時期に多分一斉にそういう才能っていうかギフトをこう宇宙か神かわからないですけど、こうギフトをね撒いたんじゃないですか。それをもうキャッチして作ったこの感謝という曲が一番最初にできた曲です。それをこれから歌わせていただきます。7分あと3分か、喋り出すと喋れちゃうのでね。で、愛の障害物があった、もう愛を感じれなかった、私を愛を教えてくれたのがさっきの犬たちです。パラダイスドッグで、犬を出産見て子育てを見て、犬たちからで、その犬たちが海中って病気で子犬が7匹いきなり食べれなくなって3日後に死んでいくんですけど、それを見取った時にできた曲が愛の中へという、死ぬんじゃないよ、愛の中に入るんだよって子守歌のように歌って、見送ったのが愛の中へ、一番最初が感謝です。ということで今日はものすごくちょっと後で撮れたら撮ろうと思うんですけど、ものすごい日なんで、この日岩戸開きさせていただきます。で感謝の歌を歌わせていただきます。あと1分ぐらいかな。なので皆さんに言いたいこと、皆さんに言いたいことは、今どんなに苦しくても今が最終決断じゃないです。もう最後の最後まで、歌詞にもありますけど、真実は後になって分かります。なのでどんなに苦しくても苦しかったら逃げればいいんですよ。自己破産だっていいし、倒産だっていいし、格好悪いなんてことないです。日本はあまりにもそういうことをしたら格好悪いとかね、世間体とか、十分塾で生きるんだったらいいチャンスだ、リセットできるいいチャンスだって捉え方で全然変わります。まあ、何かそういう お悩みの方がいらっしゃったら、メールアドレス書いてありますし、電話番号も書いてありますので、ぜひそちらの方に、あんまりこう、なんていうんでしょう、あれだと困るんですけど、なんていうのかな、依存は困りますけど、はい、一言二言、はい、であれば、では感謝のスタンバイしてきます。気づきのチャンス。
スは神の助け、今になれば必要な時間。生きとし生けるもの、全てが存在。ありがとうございます。今日という日ね、ものすごく、とにかく皆さんよろしくお願いします。ありがとうございますね。めっちゃくちゃ簡単な歌だから、みんなで歌いましょう。みんなでどんどん岩戸を開きましょう。一人一人の力が、僕なんて私なんてそんな力がないと思わないでください。皆さん一人一人の力がどれぐらいすごいか封印されてるんです。だからまず自分で、自分が好きなこと、好きなことやってください。自分で自分のことを幸せにしてください。そしたらみんなが幸せになります。愛を思い出しましょう。自分を取り戻して愛を取り戻しましょう。2021年11月11日見ていただきましてありがとうございます。紋別母ちゃん、ラガン 0.02 生活の瀬戸恵子でした。あともう一人いるんだ。5歳の賢者もいるけど、みんな可能性があるから自分の可能性を大いに発揮しましょう。ということでよろしくお願いします。では幸せに暮らしましょう。ありがとう。もうなんか切りたくないぐらいずっと、まあ画面上だけど毎日配信するんで、悲しい時、辛い時、そのまんまの
私そのまんまの新聞を出しますから、寂しくないから、みんな孤独じゃないから、だからそのためには昔のように生活したければ皆さん勉強しましょう。ワクチンのこと、マスクのこと言いなりにならないで、疑って自分で調べてください。まあいろいろホームページ書いてありますから見てください。ということで瀬戸恵子でした。ありがとうございます。